横浜衛星管制センターは、スカパー・アジー・サット社が保有する通信衛星の管制、運用施設。神奈川県横浜市緑区美保町に位置する。サテライトポート側のアンテナ群テレポート側から見た、アンテナ群通信衛星 JCSAT スパーバードの主管制局である。JCSAT の主管制局として1987年に、竣工。 1989年に運用を開始した。衛星放送では主に10から1 5 7ヘルツの空バンドを使うことから、NTT がすでに使っていた空バンドと渾身が起こらない地域でかつ、東京近辺という条件で横浜が選ばれた。なお当時は JCSAT 衛星の保有会社であった JSAT 社が運用していた。道路を挟み、 西側は主に衛星運用業務を行うサテライトポートと東側は主にネットワーク運用サービス運用業務を行うテレポートに分かれている大小100本以上ものアンテナが設置され約1万坪の広さを有する展示室には管理している通信衛星の模型も展示している通信衛星の健康状態を確認するためのヘルスチェックのほか衛星の軌道制御 姿勢制御、衛星回線の監視などを24時間体制で行っている。横浜衛星管制センターの機器が故障、あるいは自然災害などで被害が受けた場合、以下の副局で衛星の管制、運用が行われる。東京テレメッセージの中央配信局と自治体衛星通信機構の地域、衛星通信ネットワークの集約局は、当地とスーパーバード、 山口ネットワーク管制センターに設置されている。ありがとうございます。